Into the Mirror の服部です。今回はエジプトのイシス神殿についてです。この神殿の祭り神であるイシスはエジプト創生神話においてオシリスを復活させた女神としてとても重要な存在です。蘇生と復活の魔術の女神として世界中のスピリチュアル女性から愛されていると言っても過言ではないでしょう。イシスはホルスの母親でありますが、その子ホルスを抱いた像はキリスト教の聖母子像に影響を与えたとも言われています。そのイシス・ホルスの像がルーブル美術館にあると知って、ルーブルに行く機会があった時、真っ先にその像をめがけて見に行きました。またですね、南フランスに行った時に名もないような妖精の泉に行ったのですが、その近くの丘には石で作られたイシスの石と呼ばれているものがあって、なんでエジプトの女神の名前を冠したものがこんな南フランスのそれもすごい田舎にあるのかなということで、とっても不思議な気持ちになりました。あるいは火山の噴火で埋もれてしまった古代ローマの都市ポンペイですね。この遺物を展示したポンペイ展でもですね、イシス神官やイシス神殿を描いた絵があって、古代ヨーロッパにはですねイシス信仰は結構広がっていたのかなと感じたりしました。エジプトのイシス神殿はアスワンハイダムの建設によってアブシンベル神殿と同様に水没する危機があるとしてアギルキア島に位置づけされています。私はですねこのイシス神殿に早朝に行ったので、イシス神殿という特別の場所からナイル川に昇る朝日を撮影しました。今から流しますのでぜひご覧ください。